シュミット一楽章で僕がおすすめするのは、冒頭部分と思いきや、練習番号4番からの流れです。4本が、それぞれ違うことを緻密に流れを作りながら今度は急沸騰していって、練習番号5番の原始的なリズムにたどり着くのが聴いていて圧倒されるかなと思います。7月8日、ぜひ楽しみにお越しください。